太陽の光を受けキラキラと輝くダイヤモンドダスト空気中の水蒸気が氷の結晶となり太陽の光を反射して起きる現象です今朝道内は放射冷却の影響で各地で冷え込み旭川市江丹別では今朝の最低気温がマイナス29.2度と道内で今シーズン一番低い気温を更新しましたまた、札幌市ではマイナス10.6度と 今シーズン初めてマイナス10度以下となりました。